エンゼルスは大谷翔平選手と契約延長するつもりがないのではないかまた大谷もエンゼルスに残留する理由もなくなっているのではないだろうか日本時間6月27日現在エンゼルスは35勝40敗。 アメリカンディーグ西地区で3位首位のアストロズに11.5ゲーム差をつけられている例年と同様チームは低迷している大谷は来季23年オフにエンゼルスとの2年契約が切れフリーエージェントとなる先日米メジャー専門メディアであるジアスレチックが大谷の代理人ネズ・バレロ氏とエンゼルスがスプリングトレーニング期間の終盤に 非公式な契約延長について話し合いを行ったとスクープしたその後の情報として球団側は契約延長にはメッツのマックス・シャーザー投手の年平均4330万ドル約58億6千万円を超える大リーグ史上最高額が必要であることは理解はしているようだただしエンゼルスが長期契約には慎重な姿勢を見せたという大谷は21年の2月エンゼルスと2年850万ドル 約約億9 400万円で契約した直前のコロナで短縮シーズンとなった20年は投手として2試合に登板し0勝1敗打者としても44試合出場で打率1割9分7本塁打24打点と結果を残せなかった大谷サイドはこの契約交渉で球団提示条件に納得できず年俸調停直前まで行ったしかし 21年シーズンの満票 MVP を受賞するなどの大活躍で市場価値は飛躍的に高騰している今やトラウトと並ぶチームのシンボル的な選手となった大谷だが球団側が年俸60億円の長期契約を締結できるのかといえば疑問だエンゼルスは19年にマイク・トラウト外野手と12年総額4億2650万ドル約470億円 アンソニー・レンドンナイア氏とも7年総額2億4500万ドル約270億円の長期大型契約を行ったトラウトは年俸約40億円レンドンの年俸は約39億円2026年まで2人だけで約80億円の年俸の支払いがあるそこに大谷の年俸60億円が重なるとなると契約延長に慎重になるのは理解できるまた球団オーナーであるモレノ氏は ロックアウトで贅沢税の上限を引き上げることに強硬に反対したオーナーの一人だ。しかもエンゼルスのモレノオーナーは贅沢税の支払いはしないという方針を貫いてきた。モレノ氏が球団オーナーとなってから贅沢税の上限を超えたのは過去一度だけだ。いくらエンゼルスにとってかけがえのない選手であっても球団の財政上大谷と巨額契約を締結するのは無理だろう。トトラウトやレンドンド 大谷の3人だけでロースターの年俸総額の平均とほぼ同じではチームとしてバランスを大きく欠くことになるチームの課題である投手陣の補強など球団強化が不可能となると複数の米専門メディアが報道している一方で大谷に対して4年総額2億ドル約270億円を支払う球団は多くあるだろう年俸に換算すれば70億円近い金額になり メジャー最高年報になるる。のは確実視されているそうなるとヤンキースやドジャースメッツレッドソックスなどビッグクラブが大谷の獲得に動くという憶測記事も出てきたこうした状況の中でエンゼルスはどのような決断を下すのだろうかトラウトはエンゼルスにとってシンボル的な選手でありトレードするつもりはないだろうまた故障が多く長期離脱を繰り返しているレンドンを 現在の条件で獲得する球団がないのは間違いない。贅沢税の上限は超えない。トラウト、レンドンはトレードできない。その上で、チームの強化を図る手段としては、FA 前に大谷を有利な条件でトレードするというのが、唯一の手段だと球団が考えるのが自然な流れだろう。大谷を保有選手のまま、他球団とトレード交渉に乗り出す可能性は十分考えられる。来季オフに FA となるので、 トレード時期も早ければ早いほどエンゼルスにとって有利な交渉ができるのは間違いないそうなるとエンゼルスが大谷をトレードする時期はいつになるだろうか3つのタイミングが予想される1つ目は今シーズンのトレード期限である日本時間8月3日まで2つ目は今シーズンオフ3つ目は来シーズンのトレード期限である米時間の7月末だこの3つのタイミングとなるだろう以上の状況を勘案すれば 大リーグ関係者らが大谷の電撃トレードの可能性について言及するのは十分納得できる大谷自身も昨季の最終戦後プレーオフ進出を逃し続けるチーム状況に対してもっと楽しいヒリヒリするような9月を過ごしたいと発言したこの発言が一部では移籍志願と受け取られマスコミが大騒ぎする結果になったこれはチームが強くなることを望んだ言葉だったと思われるが今シーズンも 6月28日現在エンゼルスはア・リーグ西地区の3位だ今シーズンはスタートから好調で最大11の勝ち越しがあったしかし14連敗などもあり6月は8勝17敗の低打落で負け越しが5となったチームが首位を走っていたのが今では信じられない状況下にあるまた二刀流に理解を示していたジョー・マドン監督は 球団歴代ワーストタイの12連敗を喫した直後に電撃解任されたエンゼルスに入団以来球団としてプレーオフに進めるようなチーム作りはしない姿勢を見てきた大谷が球団組織そのものに不信感を持っているとしても不思議ではないエンゼルスが大谷と契約延長することは戦力強化を諦めることになるそして大谷にとってもエンゼルスに残留する理由が失われているのも間違いないだろうとなれば 球団にとって有利となる早い時期でのトレードを画策しているのが確実と考えるのは自明の理だ。